ダストクルセイダーズ。1988年、エジプトのカイロ。長い旅路の果てに、ジョーサー一行は宿敵ディオと対峙した。だが、圧倒的な悪のスタンドパワーの前に、仲間たちは次々に倒れていく。最後に残されたジョータローはディオとの一騎打ちに臨む。しかし、ディオはジョセフの血を得てパワーアップしてしまうのだった。実にすがすがしい気分だ。歌でも一つ歌いたいようないい気分だ。100年前に不老不死を手に入れたが、これほどまでに絶好調の晴れ晴れとした気分はなかったな。最高にハッってやつだ。やろう。蹴りをつけてやる、ジョータロー。入れず最後の攻撃だ。正真正銘最後の時間停止だ。来やがれディオ。オープンザゲーム。遅い。てめえ。どうだ。9秒以内に型をつける。型をつけた。そいつはこっちのセリフだぜ。ディオ、オラ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 。どうだ。遅い。オラオラオラ。やろう。てめえ、これがどうだ。危ねえぜ。遅い。くそ。ここまで。どんな気分だ、ディオ。お前に対する慈悲の気持ちは全くねえ。てめえをかわいそうとは全く思わねえ。しかしこのままおめえをなぶって始末するってやり方は、俺自身の心に後味の良くねえものを残すぜ。その足がチューするのに何秒かかる？3秒か4秒か。治ったと同時にスタープラチナをてめえに叩き込む。かかった気な。西部劇のガンマン風に言うと抜きな。
どっちが素早いか試してみようぞ、というやつだぜ。苔に仕上がって、しかし翔太郎、この土壇場に来てやはりお前は人間だ。ごく短い時の流れでしか生きない人間の考え方をする、後味の良くないものを残すとか、人生に悔いを残さないだとか、便所のネズミのクソにも匹敵する、そのくだらないものの考え方が命取りや。このディオにはそれはない。あるのはシンプルなたった一つの思想だけだ、たった一つ、勝利して支配する、それだけよ、それだけが満足感よ。家庭や方法などどうでもよいのだ、うん、どうだこの血の目つぶしは、勝った死ね、うるてめえの範囲はたった一つだぜ、ディオ。たった一つのシンプルな答えだ。てめえは俺を怒らせた。家教員イギアブドゥル、仲間たちの尊い犠牲を乗り越えて丈太郎は宿敵ディオに勝利した。その肉体は朝日にさらされ塵と化して消滅した。100年にわたって生き続けてきた悪の帝王はついに滅びたのだ。その後、必要なものは私のスタンドである、必要なものは信頼できる友である、必要なものは極罪を犯した36名以上の魂である、必要なものは14の言葉である、必要なものは勇気である。朽ちていく私のスタンドは36の罪人の魂を集めて吸収、そこから新しいものを生み出すであろう。最後に必要なものは場所である。北緯28度24分、西経80度36分へ行き、次の新月の時を待て。それが天国の時であろう。丈太郎、こんなところにおったが、病院から知らせがあった。ポルナレフの意識が戻ったらしい、早く行ってやろう。どうかしたのか。いや、何でもね。
見つけたぞ、スタープラチナの空城丈太郎。あのお方が始末しろとおっしゃるのも無理はない。強力無比なスタンドを操る男だが、所詮私たちのスタンドの敵ではない。フランス国営航空92便パリ行きのお客様は18番ゲートへお急ぎください。どうしてもフランスに帰るのか、ポルナレフ。もう身内はいないんじゃろう。よかったらわしの家のあるニューヨークに来ないか。ジョースターさん、身内はいなくてもフランスは俺の祖国なんです。故郷には思い出がある。どこへ行っても必ず帰ってしまうとこなんです。何かあったら呼んでください。世界中どこでもすっ飛んで駆けつけますよ。寂しくなるな。辛いことがたくさんあったが、でも楽しかったよ。みんながいたからこの旅は楽しかった。そうだな、楽しかった。ここそれじゃあな、しみったれたじいさん、長生きしろよ。そしてそのケチな孫よ、俺のこと忘れるなよ。また会おう。わしのことが嫌いじゃなけりゃな、間抜けずら。忘れたくてもそんなキャラクターしてねえぜ、てめえはよ。元気でな。アバよ。いた、見つけた。あ、うん。なるほどな、なんか笑っちまうぜ。そのガタイの良さ、二人ともジョースターさんの子孫ってすぐにわかるぜ。ジジイの知り合いか。いや知らん。確かにわしはジョースターじゃが、あんたはどなたかな。おっと失礼、俺の名はジョースターさん、ジョー太郎。ポルナレフ。どうしたんじゃ、その怪我は。何があった。何が起きてるのかわからねえ。わからねえが、ちくしょう。敵だ、敵がいるぞ。どうしよう。敵だと言ってるだろうが。気をつけろ、襲ってくるぞ。マジシャンズレッド。アブドゥル、イギー、お前たちは死んだはず。これは一体。状況がよく飲み込めんが、ここで戦うことはできん。
無関係の人間を大勢巻き込むことになる。場所を変えるんじゃ。なんてこった、奴らもう追いついてきやがったのか。こうしちゃやれねえ、急がなくちゃよ。やれやれ、ポルナルフ、どういうことだ。何が起きている。知らねえよ。フランス行きの便に乗ろうとしたら、あいつらが現れていきなり襲ってきたんだ。追ってきたか。まだ逃げるのか。いや、ここで迎え撃つ。逃がさんぞ。あのお方に害なす愚か者ども、このモハメド・アブドゥルが焼き尽くしてくれる。あのお方だと。お前アブドゥルなのか。本当に、それとも。下がってろジジイ。何が起きてるのかさっぱりわからんが、今一つだけははっきりしている。奴らの殺気が本物ってことだけはな。ジョースターさん、ここは俺が行かせてもらうぜ。アブドゥルとイギーは俺のために死んだんだ。てめえらみてえな偽物はぶった切ってやる。てめえら何者なんだ。あのお方の邪魔になる者は消す。オープンザゲーム。で、ここはセーブやし。ちょっと、おい、やだ、なんだ。この世の始まりは炎に包まれていた。やれ、手加減はできねえぞ、てめえ。たまげたぜ。無理だけはするな。お前ぜ。始まりを暗示し、始まりである炎を操る。シルバーチャリオット。空気を遮断して弾き返してやる。クソ。Hey!
砂の感触はまさか。やれやれだぜ、てめえら。きつい戦いさせやがった。さて、てめえらの正体を調べさせてもらおうか。ジジイ。うん、わしのハーミットパープルの出番じゃな。なんだ、この光は。アブドゥル、イギー。光を発して消えおった。一体奴ら何者なんじゃ。あいつらは本物だぜ、ジョースターさん。俺はどちらともやり合ったことがあるからわかる。バカな、そんなはずは。いや、しかし。誰だ。さすがだな、あの二人を退けると。華経院。それにてめえはンドゥール。何を驚いている。アブドゥルたちと同じだよ。僕とこのンドゥールはあのお方に忠誠を誓った。だからお前たちを始末する。カキホイ、お前もかよ。どうなってやがる。下がれ、ポルナレフ。次はわしがやろう。今度は逃がさん。ハーミットパープルで洗いざらい吐き出させてやるからのう。